はい、京都イベント始まりましたね。ヌラリヒョンの変身後の大妖魔ヌラネーラ、8月28日までボス攻略のコツは、いいね、ヌラリヒョンとエンマはいない、カンウたちもいない、なんかボスがドロップするアイテムがなんかいろいろある。今回はサーモンをたくさんもらえる、天ぷら寿司系をもらえるっていう感じで、ちょっと最近のイベント妖怪落ちなくてちょっと残念って感じ。我がカオル軍行くぞ。で6をもうやりたいと思います。でヌラリがレベル6が25,750で混乱にならない。ヌラリヒョンからのダメージ台特になんか来てないので、まあこんなプリチーがしたいんだけど、プリチーそんなにいないのでこんなとこかな。小生磁場にはもう一個あげられるな、力小生磁場にあげるか。でデビヴィランサボりはいける、混乱はダメだけどサボりはいけるからデビヴィランを連れていくと。これあれかな、サボりもう一個連れてけばいい。出陣するのです。なんかねオートで倒せる山だ、多分もうすぐレベル7山だ出てくると思うんですけど、もうなんか全然強い群馬市もいないけど、オートで倒せます。これヌラネーラとりあえず回復も出てないんだけど、邪魔だ、回復いた方がいいかな。ここでサボりが効くから、もう邪魔だ、下げまくりの邪魔だ、ちょっとギリギリ感はあるんだけど、まあまあね、何も押さなくても勝てるのいいよね、周回しやすいの。 まあちょっと報酬がこのメンバーだと落ちづらいんですけど、ドロップ連れていくと結構ね落ちづらいっすね。あー緊急バトルになった、ちょっと緊急バトル一回だけやろうか。報酬を本当は見たかったんだけど、緊急バトルだともっともっといいもんもらえる。緊急バトルでも確かね、もらえるのが多いだけで中身が変わらない感じ。邪魔だ、邪魔だ、まあ、手持ちのプリチーと、もっとねプリチーが充実してたら多分他の人が楽勝なんだろう。邪魔だ、ああヌラリ、ヌラリ邪魔だ、ハイラム、壁すら邪魔だ、ハイラムやられないで、なんせサボりがやっぱ効くのがでかい。サボり、召喚カードのサボりとかなんかいいのかな。邪魔だ、邪魔だ、こっちも7秒まあ多分もっといいメンバーいるんでしょうけど、まあ特になんか操作しないでも勝てそうですね。なんでちょっとね7を待ちましょうかね。で報酬がね、ランキングが今90ぐらいか、2026位だからどんどんねちょっと上げていきたいんだけど、報酬がまた札か、あと宝珠、この辺ねいっぱいゲットしたいですね。討伐もなんかね上に行けば行くほど寿司がアップなんだね。600体ってすごいな。あまあでもね1人100体ぐらい倒せばいけんじゃないですかね。
報酬、これはねさすがに1750以内って結構大変なんでね、サーモンなかなかゲットできないので、目標250から750かな。はい、じゃあ代用はヌラネーラ楽しんでいきましょう。ちょっと今今後ね、カオル軍よろしければ検索して入ってください。 KAORU カオル軍よろしく。はい、じゃあどうもご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録高評価もお願いします。それではさよなら。やらねば。